脈ならまだしも、私たちにはちょっと早いかな。出ないと。あ、大丈夫か、おしお。はい、どうぞ。あれ、なんだろう、この感じ。そんな星野が好きだったんだ。今日お前誕生日だろ、これやるから。ありがとう、大切にする。星野。園長。昔の私たちみたいに一緒にいられるならねえ。別にサマーバレンタインデーって知ってる？花形の表もバレンタインデーと同じで、女子が好きな男子にお菓子をあげる日なんだって。人のことをすぐおちょくってくるし、わがままだし生意気だし。だけど俺はそんな星野が好きだった。その髪飾りに実は俺があげたんだ。俺のプロポーズのプレゼントだったから。プレゼント？明日は休みだし、子供を早くに。ってことは、今までずっと私婚約了承済み状態で遠藤と接してたってこと？